ポートハドソンの包囲戦、ポートハドソンの包囲戦、ポートハドソンの包囲戦、A、シエゲオブポートハドソンは、南北戦争の1863年5月21日から7月9日まで、ルイジアナ州のミシシッピ側の町、ポートハドソンを北軍が襲わ、包囲した戦闘である。北軍ナサニエル・バンクスの軍隊は、ユリシーズ・グラント少将による、ックスバーグの包囲戦と調して、 ミシシッピ側のポートハドソンにある南軍の要塞に対して進攻した。北軍は1863年5月27日の正面攻撃に失敗した後で包囲戦を敷き48日間続いた。バンクスは6月14日にも再度攻撃したが守備隊に撃退された。7月9日、ビックスバーグ陥落の方に接した南軍守備隊はポートハドソンの降伏をのみ、 ミシシッピ川はそのニューオーリンズの川口から北軍の航行が全て可能になった。1861年4月に南北戦争が始まった時から北部も南部もその戦略の主要部分にミシシッピ川の支配を位置づけていた。南軍は必要な物資の輸送に川を使い続けたいと考え北軍はこの供給線を止めて アメリカ連合国の州と順州の間を二つに分かつ、くさびを打ち込みことを望んだ。特に南部に重要なことは、レッド川加工を含むミシシッピ川周辺だった。レッド川は、アメリカ連合国の東部と西部の間で、物資を動かす、使用経路だった。塩、牛及び馬が、ミシシッピ川流域の西部から下流に動き、反対方向には、東部から人と弾薬が動いた。 1862年春、北軍はニューオーリンズとテネシー州メンフィスを支配した。川の中央部を使い続けるためには南部の要塞ビックスバーグとポートハドソンを確保する必要があった。1863年5月、北軍の海陸共同軍がミシシッピ川の全域を支配することを求めて作戦を開始した。ユリシーズ・グラント中将が指揮する一軍はまだ。 南軍が支配しているミシシッピ川流域の北端ビッグバーグにある要塞に対して作戦を始めた。ほぼ同じ頃、ナサニエル・バンクス少将を指揮する一軍は、その流域の南端にあるポートハドソンに向けて進軍した。バンクスの先導師団は5月21日のプレーンズストアの戦いで南軍と遭遇した。5月23日までに、バンクス軍は、 作戦が進行するにつれてその勢力が3万名から4万名に膨れ上がり、ポートハドソンの守備隊を取り囲んだ。バンクスはすぐにでも残酷に入っている敵軍を圧倒し、続いて北のビックスバーグにいるグラント軍の応援に向かいたいと思っていた。ポートハドソンの南軍要塞の中には約7500名の守備隊がいた。その指揮官は生まれつきニューヨーク人の フランクリンガードナー少将だった。その目標はできるだけ長くその要塞を守って、バンクス軍がグラント軍に合流するのを妨げ、またミシシッピ側のその一帯の南軍支配を継続することだった。1863年5月27日朝、バンクス少将の北軍は長く伸びた南軍の要塞に猛烈な攻撃をかけた。攻撃した部隊の中には、 アフリカ系アメリカ人の2個連隊、第1及び第3ルイジアナネイティブガード含まれていた。この攻撃は協調が取れておらず、守備隊は容易に撃退して北軍に大きな損失を出させた。ニューオーリンズ出身の自由国人で第1ルイジアナネイティブガード E 中隊の隊員だったアンドレカイユはこの最初の猛攻で英雄的な戦死を遂げた。その死は アフリカ系アメリカ人兵士を重保する時のスローガンになった。この攻撃で北軍のトマス・ W ・シャーマン将軍とニール・ダウ将軍の二人は重傷を負い、エドワード・ピー・チャピン大佐が戦死した。バンクス軍は6月14日に同じように場当たり的な2回目の攻撃をかけた。北軍は再度撃退されさらに大きな死傷者を出した。その中には、 師団長のハルバート・イーペイン巡将が含まれ、負傷して足を一本なくすことになった。これらの戦闘は南北戦争でも流血の多い戦闘の部類に入る。南軍は1862年にその防御陣地を作り始めており、この時までに一連の土盛工作物を念入りにこしらえていた。その士官の一人がこれら障害物の前線を次のように表現しているが、 その名前が暗示するように主に固く固めた土でできていた。南軍が作った念の入った防御物とその地域の難しい地形によって南軍はミシシッピ側のこの地域を支配下に置き続けることができていた。ミシシッピ側全域を確保するために北軍はポートハドソンを包囲するしか選択肢がなかった。ポートハドソンの戦いはいかに大砲が 大い行動に影響するかを示していた。北軍は大砲の砲撃と狙撃兵のライフル銃隊を組み合わせて守備隊が食料やその他の必需品を入手できないように敷いた。北軍の海軍が、要塞に対する砲撃にその大口径の大砲で加勢した。南軍も北軍に対してライフル銃と大砲で対抗した。 この手の戦闘がいかに危険なことかを認識した両軍は自分たちを守るためにさらに念入りに土盛り工作を追加した。この包囲戦は北軍、南軍双方に困難さと欠望を生み出したが7月初めまでに南軍はさらに悪い状況になっていた。事実上その食料や弾薬を使い果たし戦闘と病気で残酷を守ることのできる兵士のも減っていた。 ガードナー少将がビックスバーグの落ちたことを知ったとき、その立場は絶望的であり、このまま継続して燃えるものはないことを理解した。降伏の条件が交渉され、7月9日、南軍は武器を置いて、48日間の打ち続いた戦闘を終わらせた。デビッド・ファラガット提督がニューオーリンズでしたように、ソーントン・エイ・ジェンキンス大員が南軍の降伏を受け入れた。 ポートハドソンの包囲戦は南北戦争とそこで戦った兵士たちに多くの意味で影響を与えた。南軍の降伏によって北軍はミシシッピ川を完全に支配しアーカンソー州やテキサス州のような重要な州南軍の本体から遮断した。両軍は大きな損失をこむった。北軍は約5000名が戦死及び負傷し、さらに5000名が病気あるいは 日照のために犠牲になった。ガードナーの南軍は約750名の損失だったが、そのうち数百名は病死だった。6500名の南軍病が降伏し、北部の収容所に送られた。戦後、少数の元兵士がポートハドソンでの戦考で名誉勲章を送られた。その中には、第4マサチューセッツ連隊のジョージ・メイソン・ラバリングがいた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。